佐藤ゆりかの競馬夢予想。皆さんこんにちは。こんにちは。TNC アナウンサーの佐藤ゆりかです。川崎聡です。よろしくお願いします。お願いします。今日ないんですね。え、自己紹介。シンプルイズベスト。おお、うん、急に。そうここに来て。え、ここに来てですか。そう、あのね、待ちくたびれないよ今日。すいません、申し訳ございません。収録開始予定時刻から6分過ぎてるもんね。すいません、バタバタしてて。俺は待っとったよ、ここでじーっと。あのね、もうスタートゲートにね、1頭だけね、先にね、うん、来てね、1頭だけ1頭で輪乗りしとった。あー、うん、すいません。いや。私ちょっと追い切ってました。何、本場入場遅れて、どうしたの。ちょっと暴れてました。え、暴れてました、予想が固まらずに。もう、みんなに迷惑かけて。申し訳ございません。あ、ということは今日はすごい予想が待ってるんだね。まあまあまあ、そういうことなんですけども、うん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 、先週ですよ。先週俺言ったよね。気になる馬の どっちにすんのって2回ぐらい俺念をしたよね。よ、記憶にございません。え、ビオグラフィーの方がいいんじゃないのって言ったよね。いや記憶にない。私ビオグラフィーで当ててるんで3ポイント入ります。いや、入んないよ。え、だってラビングアンサーだもん、本命は。だから気になる馬の方に行っとけば3ポイント入って大逆転。いや、でもビオグラフィーも買ってました。でもそれ気になる馬なんでしょ。ビオグラフィーも買ってまして。俺、あ、そうなんかこっそり買ってたね。そうです、こっそり買って、うん、しっかり払い戻しついてきてくださって。そうついていったらなんかおこぼれいただけるかなと思ってさ。いや、あげない。あ、そう。いや、惜しかったね。でもね、惜しかったですね、うん、やっぱ荒れましたね。荒れたね。ゴール前がもうわわわわと一気に来ましたからね。え、でもラビングアンさんは頑張ってた。59キロでよく伸びてきたなと思いましたね。ね、うん、それに比べてさ、はい、俺のロレルアイリス、はい、18頭立ての17着頑張ったんだよ。ブービーですね。あのね、結構ね、いいとこつけたんだ、好意ね、はい、だけどあれなんだわ、やっぱり外枠だったのがアダになって外回らされたでしょ。うん、で直線でね、ちょっとね、進路狭くなった。あ、うん、進路狭くなったっていうか、ちょっと行き場をなくしちゃったっていうね、うんうん、あれがなければ17着より上だった。位置取り鍵になりますもんね、あの戦人は特に、ね、そう、うん、みんなうちを避けたがりますから。うん、でタトスだったからね、仕方ないよね。ですね。まあいいんだ、その分今週当てればいいんだ。そうなんです、今週は冬の小倉唯一の重賞です。小倉大賞典、小倉大賞典来ました。来たよ、楽しみにしてたよ。芝 1800m の戦いとなっています。ね、去年の予想は去年、うん、去年は私バンケドミンゴ本命にしてますね。うん、あ、はい、俺アルスターだ。はい、あ、また今年も出走、うん、バンケドミンゴ9着 で、 そうなんです。アルスターは4着、うん、去年は俺の方が。そこ競りますか。そこですか。いやもうね、細かいところにこだわる。残りあと2周だからさ、今のところ俺リードしてるでしょ。もうリードしたまんまフィナーレを迎えたいっていうね。そういう意味でもこの小倉大賞典は大事になる。まあ、うん、そうですね。うん、たださ、目移りするメンバーだよこれ。そうなんですよ、うん、悩みますよね、このメンバー。そう、うん、結構ね、いや、ハンデ重賞難しいと思って、うん、ねえ、実績馬もいればさ、こうね、オープンクラスでは新興勢力っていう馬もいてね。そうですね、うん、でもそこを当てるのが夢予想じゃないですか。そうなんですよ、うん、佐藤の本命は、うん、何かな、この馬です。じゃ、13番の里のアーサーです。里のアーサー、里のアーサー攻めたね、これは攻めました。小倉のまず馬場を見ると、うん、はい、結構外で決まってることが多くて、うんうん、まあ、外に動けるまま外枠で攻めたいなと思いました。おー、うん、であとですね、結構迷いに迷ったんですけども、うん、この 1800m という距離、うん、休戦して2勝2着2回3着3回と着外が2回だけなんですよね。あ、そっか、そうなんです、うん、この 1800m と距
距離をも向いてますし、うんうん、まあここ最近は少し成績も低迷していますけども、うん、しっかりあの追い切りもその鞍上の荻野極めジョッキーと一緒に追い切っていて、うん、あの8歳なのっていうくらいこう軽やかな動きをしていたんですよ。見てきた。見てきました。見てきた。はい、動画で。だからそこに惹かれて、ね、この動き、別に年齢をこう感じさせないような軽やかな動きを見せてくれるんじゃないかなと思ってます。なるほど。まあ、確かに小倉は初めてですけど、そうだよね。新潟走ってるんですよ実際、うん。なので別に小回りとかはあまり心配してはいないです。うん、はい。そしてですね、小倉って、うん、ちょっと雨天気が不安心配されてるじゃないですか。うんうん、土曜日降ってで、うん、日曜どうなるかと、うん、しっかり里の朝やや重でも実績があるので、なるほど、はい、まあ、どっちに行でもやや重でも行ける馬をと、うん、走れる馬をと選びました。であと、まあ、開幕週に荻野極めジョッキーにお世話になったので、うん、ああエクレアスパーク、あ、そうなんです、うん、なのでまたここもと荻野、うん、極めジョッキーに託そうと思いまして、うん、サトノアーサーにしました。なるほど、まあ、でも前走はさ、これダートだから度外視としても、はい、あー、まあでもね、そっか、重傷でね、ずっと戦ってきて、まあ、そうなんですよ、うん、そうだよな、新潟記念も7着とはいえ勝ち馬からコンマ5秒差、そうなんです、しかも1番を引いたんですよね、うん、新潟記念って結構外ラチを頼って走る中で、うんうん、1番枠引いてどうなるんだろうと思ったら、うん、結構中真ん中を選択して頑張ってこうクッと、うん、レースがスローの割に結構ね、うん、おしまいの足は生かしてるんだよね。そうなんですよね、うん、詰め寄ってはいるんだよね、うん、うん、これもプラスかなと思ってます、うん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 、まあ、あとやっぱ距離ですね、 1800m という距離、なるほど、うん、そしてあとやや重でも大丈夫と、うんうん、ババ渋っても大丈夫ですし、うん、うん、タクス、これは佐藤由里香の夢が詰まってるね。そう、今週は夢を詰めました、本当に。なるほど、そうなんですね、あの小倉大賞典の過去 の, その馬番とか枠のデータを見たところ、うん、結構あの7枠が3着以内に来ることが多くて、あ、そうなんだ、はい、そのデータもあったので、うんうん、ちょっと7枠から選ぼうかなと思って、うん、まあ、小倉もさ、週末天気ね、そうなんですよね、そこがどう出るかですよね。中間はさ、雪降ったりしてるから、うん、うん、ね、B コースとはいえちょっと外目の方がね、ママはいいっていうのはね、確かだからね、やっぱそうですね、うんうん、まあ、57キロ背負いますし、うん、しかも8歳っていうことですけども、うん、あの調教の動きを見たら買いたくなりました、うん、私の本命は、はい、こちら、あ、10番スーパーフェザー、お、はい、頑張れ高齢馬、そう、頑張れ高齢馬とはいえ、うん、7歳なんだよね。そうですね、佐藤さんのしてる馬は8歳、お、近い、うん、そう、頑張れ高齢馬なのよ、はい、でね、これはね、ここにちょっとまとめたんだけれども、7歳にしてね、調子上げてんだわこの馬も、うん、うん、佐藤さんの本命馬もね、あの調教良かったっていうけれども、この馬ね、今週ね、販路で7歳にして自己ベスト出してんだ、販路でね、下が回ってないけれども、52秒4。で、おしまいも12秒2。あ、12秒フラットか。うん。で、7歳で一番いいタイムが出て、ま、あの、トラックマンの人に聞いたら、自己ベストが出たから、すなわち調子がいいっていうふうに、直接的には結びつけられないんだよ、ということを聞いたことがあるんだけれども、はい、でも7歳でそれがっていうのはね、うん、ちょっと食いついちゃった。まあそうですよね。うん、で、今回オープン入りした馬なんだけれども、はい、実は、重賞でも好走してるの、この馬。うん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 、あのね、去年の小倉記念、はい、3着ね、うん、モズ流れ星のコンマ5秒差、懐かしい、懐かしい、ね、あの時は53キロの斤量だったんだけど、うん、まあ、今回も54キロで走れる、ね、そうですね、斤量的にも有利かなと、はい、でその小倉は7戦して3連対、うんうん、もうこの馬も、まあ、小倉はね、得意と言ってもいいんじゃないかなと、はい、うん、それからもう一つ
安城は浜中すぐる出たジョッキーメインすごいですよね浜中ジョッキー、ね、この冬ここまでね確かね5勝してるんだけれども、うん、そのうちの4勝がメインレース。いやすごい、ね、地元出身の浜中すぐるジョッキー。そうですね、今回浜中すぐるジョッキーがスーパーフェザーっていうことで、ここはね注目したいなと思って、うん、そしてねもう一つあるの、はい、ちょっと過去のデータ紐解きました。出たデータ、うん、で過去10年で3着までの馬は何頭いるでしょう、はい、過去10年で3着以内の馬、うん、30頭じゃないですか。そう30頭います。わかります。私でもね、わかります。そう、はい、わかりやすく噛み砕いて言おうと思ったから。その30頭のうち、はい、10頭は、はい、7歳よりも上、はい、お上、うん、おそうなんですか。そうあら、これね、何週か前にも俺言ったことあるんだけれども、はい、冬の小倉ってね高齢馬の活躍が目立つのよ、うん、で中でもこの小倉大賞典は昔からねそういう傾向がある、うん、ということでございます。ということでございます。これにて一件落着。完璧出ました。今週の競馬ビートは、はい、今週の競馬ビート、うん、ゲストは元ジョッキーの佐藤哲三さんおと横山瑠璃香さんがいらっしゃいます。ほうほう、はあ、楽しみですね。はい、うん、鉄道さんはうん、エスパールシティでこのフェブラリーステークス制覇してますし、横山瑠璃香さんも競馬大好き馬女ですから、うん、もうお会いできるのがすっごい楽しみです。やっぱりね、佐藤哲三さんのね予想を聞くのはね俺楽しみなのですよね、うん、やっぱりジョッキーから見た目っていうね、うんうん、すごくね分かりやすいと思います。やっぱり当然だけど説得力があるのよ、うん、実際でコース走ってますもんね。そうだからどこを選択すればいいのかとか、佐藤哲三さんの解説はなんかこうね聞き漏らしたくないなっていう。そうですよね、うん、で横山瑠璃香さんもね、はい、もう競馬ビートおなじみだし、うんうん、これまた楽しみというね。はい、そうなんです、うん、競馬ビート午後3時から放送します、うん、どちらの重賞もチェックしてください、うん、当てましょう皆さん。完璧という楽しみなのはやっぱりほら小倉大賞典もあって、なんといってもフェブラリーステークスもあるっていう今週だからね。今年最初の G1 ですからね。ああね、はい、これは当てたいよね。当てたいんですよ。フェブラリーいっちゃう。え、予想いっちゃいますか。うん、いきますか。いっちゃう。じゃあせーので出します。あ、せーので。せーので、うん、そう分かった、せーので。せーので出しましょう、うん、さあ、フェブラリーステークスの予想です。せーの、ドン。私は4番のアルクトスです。6番カフェファラオ。あ、カフェファラオ、うん、去年の覇者ですね。そう、もう見て、東京マイルなら。そう、東京マイルならカフェファラオですよ。強いんだよな、カフェファラオ、ね、ちょっと根拠一言ずついこうか。はい、まずアルクトスなんですけど、うん、これも天気なんですけど、うん、雨予報だとこの馬だと思います。なるほど。東京って結構雨降る予報になってるんですよね、うん、土日が、うん、で、うん、実力はこのメンバーの中では上位に来てますし、うん、あと2年連続フェブラリーステークス出ていて、うん、2年連続9着という成績なんですけども、はい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 、もう3度目の正直になるようにしっかりローテーションを改善して、うん、今回臨むんですよね、うん、ですし、あと田辺ジョッキー最低人気のコパノリッキーを持ってきたじゃないですか。そうだそうだ、フェブラリーステークス、うん、やっぱりあのね記憶もありまして。なるほど。アルクトスはぁにしました、ね、うん、俺はもうねこの馬もカフェパラオってさ、どっちかって村がけの傾向あるんだけどさ、はい、東京マイルは走るね、もう3戦3勝だしね、成績いいですよね、うん、やっぱ合ってんだよね多分ね、うん、リズム崩さずにいける広いコースっていうのがね、はい、うん、で前走ねちょっと大敗したんだけれども、はい、あれ久々のダートだったんだよね。その前芝使ったりしてたからね、はい、うん、であの時ブリンカーつけたんだけど、どうもちょっと裏目に出たんじゃないかというね。今回ブリンカー外して臨むっていうお話なので、うん、バグ工夫するとね。そう確かに聞いたことある。うん、
なので、うん、もうカフェファラオでいいでしょう。おー、うん、これカウントすんの？え、カウント？うん、フェブラリーはフェブラリーはノーカウント、おまけね。どっちにしますか？いや、2人がいいっては、うん、この時点で決めましょう、うん、いいか悪いかは、うん、どうする？これ大商店とフェブラリー両方、うん、当てるとポイントバーンといくからね。うわー、やりますか。やりますか。やりましょう、ね、ポイント。フェブラリーも、ポイントつくと。よし、ね、どっちも単勝が3ポイント、はい、副賞圏内だったら1ポイント、うん、はい、残りね、今週合わせて含めて2週なので、はい、誰もその対決楽しみにはしてないんだけど、ね、いやいやいや